ースで走ったりジャンプを頻繁にすることの多い競技の方は、ハムストリングスが筋疲労を起こし硬くなってしまいます。ハムストリングスが硬くなると運動の動作の連鎖の起点となる部分がうまく働かなくなり、上肢のフォームが崩れたり腰痛や肉離れなどの原因となることがあります。はい、こんにちは、バーチャリンチョです。今回はハムストリングスのストレッチについてご紹介します。このトレーニングは以下のような方におすすめです。長時間座って作業することが多く腰に痛みを感じる方、姿勢を改善したくていろいろやっているがなかなか猫背が治らない方、物を取るときなど前かがみの姿勢になるときに腰に痛みを感じる方、ボールを投げる競技で肩や肘を痛めた、フォームが崩れていると言われた方、それではまずハムストリングスについて詳しく見ていきましょう。まずハムストリングスという名前の由来をご存知でしょうか。実はこれには面白い歴史があります。ハムはもも肉、ストリングスは紐という意味ですね。昔豚などのもも肉をハムにする際、この筋肉の腱を使って肉をぶら下げたことからこの名前がついたと言われています。ハムストリングスはお尻の付け根から膝の裏にかけて走っている太ももの裏側の筋肉群を指します。具体的には以下の3つの筋肉で構成されています。大腿二頭筋、半腱腰筋、半膜腰筋、そしてこれらの筋肉は主に2つの重要な役割を果たしています。1つは膝を曲げる動作、もう1つは股関節を伸ばす、足を後ろに引くような動作です。日常生活では歩行時に足を後ろに引く動作や、座っている状態から立ち上がる際に体を前に傾ける動作などでハムストリングスが活躍しています。運動の際は膝を曲げるスクワットやジャンプ、ダッシュなどの動きにも関わっている筋肉です。スポーツで走ったりジャンプを頻繁にすることの多い競技の方は、ハムストリングスが筋疲労を起こし硬くなってしまいます。ハムストリングスが硬くなると運動の動作の連鎖の起点となる部分がうまく働かなくなり、上肢のフォームが崩れたり腰痛や肉離れなどの原因となることがあります。ハムストリングスのストレッチはこれらの予防に非常に重要なのです。今回は自宅や仕事の間、休み時間にできるハムストリングスのストレッチを2つご紹介します。1つ目は椅子に座って行うストレッチ、2つ目は1日の疲れを解消するのに最適な自宅でできるタオルを使ったストレッチです。これらのストレッチは固まってしまった筋肉を緩め体をリラックスさせる効果があります。ぜひ日々の習慣に取り入れてみましょう。それでは始まります。座った姿勢で行うハムストリングスのストレッチです。左右セットで行います。痛みの出ない範囲で行いましょう。それでは右側のストレッチから始めます。椅子に浅く腰掛けて両膝関節を90度に曲げます。背筋は伸ばし頭から腰まで一直線になるようにしましょう。両手を股関節の付け根に置き、右足を一歩前に出します。右膝を伸ばし、かかとは床につけ、つま先は上げ、足首が90度になるようにしましょう。背筋を伸ばしたまま、両手を置いた股関節の付け根から体を前に倒していきます。右のお尻から太ももの裏が伸びるのを確認しながら、20秒キープします。呼吸は止めないように、深呼吸を繰り返しましょう。
体を前に倒す際、背中が丸まらないように注意しましょう。背中が丸まってしまうと、ハムストリングスを効果的にストレッチすることができません。背筋を伸ばし、股関節の付け根から体を前に倒すようにしましょう。体を前に倒す際、ストレッチする側の膝が曲がった状態で行わないように注意しましょう。膝が曲がってしまうと、ハムストリングスを効果的にストレッチすることができません。膝はまっすぐ伸ばし、つま先は上に上げ、足首が90度の状態で体を前に倒しましょう。体を前に倒す角度は、お尻から太ももの裏側が痛気持ちよく伸びるところまで倒すようにしましょう。余裕がある方は背筋を伸ばしたまま、さらに体を前に倒していきます。その姿勢でゆっくり深呼吸しながら伸ばしてみてください。そうすることで、ハムストリングスをより効果的に伸ばすことができます。ゆっくり戻します。左側も同様に行っていきます。左足を一歩前に出します。左膝を伸ばし、かかとは床につけ、つま先は上に上げて、足首が90度になるようにしましょう。背筋を伸ばしたまま、両手を置いた股関節の付け根から、体を前に倒していきます。左のお尻から太ももの裏が伸びるのを確認しながら、20秒キープします。呼吸は止めないように深呼吸を繰り返しましょう。ゆっくり元に戻ります。この動作を20秒1セットとして、左右3セットずつ行います。痛みのない範囲で行ってください。昼と夜、午前と午後、仕事や勉強の間、作業などが終わった時などに3セットずつ行い、たまった疲労を解消しましょう。実際にエクササイズを行う際は、上の実践編動画をご覧ください。仰向けの姿勢で行うハムストリングスのストレッチです。今回はタオルを使って行います。使用するタオルはバスタオルのような縦長のタオルを準備しましょう。ストレッチを始める前にバスタオルを横に広げ、あらかじめ細長く畳んでおいてください。左右セットで行います。痛みの出ない範囲で行いましょう。それでは右のストレッチから始めていきます。仰向けの姿勢になります。右股関節を90度に曲げます。右のつま先にタオルを引っ掛けて、タオルの両端を両手でつかみ、右膝を伸ばしていきます。右膝をまっすぐ伸ばした状態で、つま先に引っ掛けたタオルを胸の方に引っ張りましょう。右のお尻から太ももの裏側が伸びているのを確認しながら、
20秒キープします。呼吸は止めないように深呼吸を繰り返しましょう。ストレッチする側の膝を伸ばす際、反対の股関節が曲がってしまわないに注意しましょう。反対の股関節が曲がってしまうと骨盤が動いてしまい、効果的にストレッチすることができません。反対の股関節、膝関節はまっすぐ伸ばした状態でストレッチする側の膝を伸ばすようにしましょう。タオルを引っ張る際、ストレッチする側の膝が曲がらないように注意しましょう。膝が曲がってしまうと、ハムストリングスを効果的にストレッチすることができません。ストレッチする側の膝をまっすぐ伸ばし、足、膝、股関節が一直線になるようにタオルを引っ張るようにしましょう。タオルをつま先に引っ掛ける際、つま先より下の土踏まずに引っ掛けてしまうと、ハムストリングスを効果的にストレッチすることができません。タオルはつま先、母子球が隠れるように引っ掛けるようにしましょう。ゆっくり戻ります。左側も同様に行っていきます。左膝を90度に曲げ、左つま先にタオルを引っ掛けて、タオルの両端を両手でつかみ、左膝を伸ばしていきます。左膝をまっすぐ伸ばした状態でつま先に引っ掛けたタオルを胸の方へ引っ張りましょう。左のお尻から太ももの裏が伸びているのを確認しながら20秒キープします。呼吸は止めないように深呼吸を繰り返しましょう。ゆっくり元に戻ります。この動作を20秒1セットとして左右3セット行っていきます。起床時や寝る前など、1日の始まりや終わりに体を整える時間を作って行ってみましょう。ストレッチを習慣化することで、仕事中などの体の疲れが軽減されるだけではなく、腰痛の改善にもつながります。実際にエクササイズを行う際は、上の実践編動画をご覧ください。はい、いかがでしたでしょうか。今回はハムストリングスのストレッチについてご紹介しました。ハムストリングスが硬くなると、骨盤が後ろに傾き、腰が落ちた猫背の姿勢になりやすくなります。姿勢不良は見た目の問題だけでなく、腰痛や肩こり、自律神経の不調など全身のさまざまな不調につながります。また運動連鎖の根本部分がうまく働かないため、肩や肘の怪我やフォームの崩れなどにつながる可能性があります。今症状がある方も、今後症状の悪化を予防したい方も、意識的にハムストリングスをストレッチして姿勢を改善しましょう。
今回もご視聴いただきありがとうございました。オリクチャンネルでは今後も様々なリハビリ動画を作成していきます。気に入っていただけたらぜひチャンネル登録と高評価をお願いいたします。それでは次の動画でお会いしましょう。さようなら。